筋トレ、今回はこのチューブと、椅子を使って背中の筋肉を鍛える種目を紹介したいと思います。一緒に鍛えていきましょう。はい、まずは椅子に浅く座ります。土踏まずにチューブを引っ掛けます。膝は軽く曲げてかかとをつけましょう。つま先を手前に寄せます。つま先をくっと手前に寄せてください。両手はももの横に添えて手のひらを下に向けます。この状態で手首の回転を加えながら肘肩を目いっぱい後ろに引いていきます。ゆっくり戻しましょう。上体は前後に動かさないようにしてください。床に対して垂直をキープしてください。垂直をキープ。はい、この状態でゆっくり引いていきます。で、戻しましょう。で、ものにもよるんですけど、チューブのトレーニング結構ね、負荷が物足りない方が多いと思いますので、今回はスロートレーニング、ゆっくり動作を行って筋肉に、負荷をかけていきたいと思います。一緒に鍛えていきましょう。では、おさらいします。土踏まずに引っ掛けて、はい、両手はももの上に添えて手のひらを下に向けます。背筋を伸ばして手首の回転を加えながら肘肩を後ろに引きましょう。はい、ゆっくり戻します。最後引いた際、両手はおへその高さで、肩はすくめないように気をつけてください。首長く、肩すくめないようにゆっくり4秒かけて引いていきます。1、2、3、4、少し止めて4秒かけて戻していきましょう。4秒で引っ張って4秒で戻します。では10回一緒にいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、左右の肩甲骨を引き寄せて5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、ラスト、はい、10、2、3、4、5、6、7、はい、です。はい、では、少し休憩します。だいたい30秒から1分ぐらい休憩して、あと1セットから2セット回っていきましょう。では、もう1セットいきまーす。土踏まずにチューブを引っ掛けてください。かかとをつけてつま先手前。はい、背筋伸ばして、肘肩目いっぱい後ろに引きましょう。10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、あと2回いきます。はい、9、2、3、4、5、6、ラスト、はい、10、2、3、4、5、6、7、はい、OK、 少し休憩しましょう。で、ちょっとね、肩周り使
かりと伸びますので、軽く顎を引いて大きく両肩を持ち上げて力を抜きましょう。せーの、リラックス。あと2回。せーの、もう一度。せーの、はい、OK です。で、まだ余裕のある人はあと1セット、チャレンジしてみてください。はい、では、実感いきまーす。一緒に鍛えましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、肩引いて、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、ラスト、はい、12、3、4、5、6、7、8。はい、では深呼吸。はい、以上チューブを使った背中のトレーニングでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。